どうだった?俺たちは完全にはぐれたようだな。どうだ、トムの具合は?傷は大したことないんだけど、熱がちょっとあるな。冷たいビールの一杯も飲ましてやりゃ、すぐに治るのにな。マイク、マイク。ここにいるよ、トム。マイク、あるわ。俺はここにいるぜ。俺たち、帰れるかな?ああ、帰れるさ。必ず帰るさ。これからどうする?明日の朝様子を見て本体と合流しよう。それっきゃねえな。またその本か。ああ。お前は妙なやつだな。こんな時によくそんな本なんか読んでられるぜ。こんな時だから読むのさ。俺にはあかんねえな。天井で弾がピュンピュン飛んでる時、そんな本が何の役に立つんだよ。大砲の弾が飛んできた時、その本で頭隠そうっていうのか。マイク。ん?お前、故郷に恋人いるのか?いや、お前は?いるさ。金髪の美人ですげえグラマン。その上大金持ちのお嬢さんと来たもんだ。羨ましいな。ああ、ただし片思いだから向こうは俺のことなんか待っちゃいねえけどな。なあマイク、国帰ったら二人でなんか一緒にやろうぜ。ああ、いいな、やろう。トムも一緒だ。ああ、こいつも一緒だ。ヘリだ。よし行こう。My God!
お兄ちゃんったら相変わらずね。よく帰ってきたな。マイク、マイク、マイク。あんなのかい？マイク、俺たち結婚したんだ。そうか、知らなかったよ。 やっぱりうちの味が一番だよ。それは母さんの料理は世界一さ。まあまあ。いたずらにはめて遊んだ。何もかもが夢のようで、いつの間にか大人に。 驚いたよ。うまくなったね、ナンシー。本当？<笑>さあさあ、マイク、お手柄お聞かせておくれ。お手柄って？戦場の話だよ。どんなだった？敵はどんな作戦を取ったんだい？パパ、つまりそのただの戦場だよ。さあマイク、ジアサライで話しておくれよ。お兄ちゃん、 どうした、マイク？早く聞かせておくれ。マイク、電話よ。いや、ポール、待ってたんだよ。うん、これかな。オッケー、そうだな、二人でゆっくり話そう。マイク。<笑> あ、大丈夫か？ああ、よく帰ってきたな。さあ、入ってくれ。
こっちだよ。おい、なんだよ。ああ、生井くん、それで何人やっつけたんだよ。スカッとすんだろ、ぶっ殺そう。何かと寂しかったでしょ。ねえ、マイクったら。マイク、疲れてんのはわかるけど、少しお話しなさいな。おじさんもおばさんもわざわざ遠くからいらしてるのよ。だからさっきから言ってるじゃないか。普通に戦争して怪我して帰ってきただけだよ。いやいや、手柄を立てたからこそ帰ってこれたんじゃろう。さあ、武勇伝を聞かせて。変わったことなんか何もなかったよ、別に。マイク、マイク、どうしたこんなところで。今や君は我が町の英雄だよ。英雄だなんて。戦場に戻ったらまた手柄を立ててくれたわい。期待しとるよ。わどこ行ったのかしら。近頃変ね。
戻る。どいたどいた。ほい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 。一瞬だ一瞬だ。なんで？おい、ちょっと、いえ、おい、は、おい、ここに、もがっちゃった。やめとけやめとけったら、よし分かった。この若造の方に乗るやつは、よし乗った、よし見つめしてみるな。
レイクシティか。おっと。ランドール・ジェームスの詩集は置いてますか？おう、ランドール・ジェームスがお好きかな？はい。ついてきなさい。こっちじゃよ。旅の人かな？はい。旅の終わりを求めて旅人はまた新たな旅に出る。赤く沈む夕日が彼の手にするたった一つの荷物である。ほう、ランドル・ジェームス第三章ですね。
そうじゃ。この町は良い町ですね。特に長い旅をしてきた人にはな。どうしてまたこんな地味な仕事を。子供の頃から本が好きでした。本に囲まれて暮らせたらといつも思ってたんです。先ほども話したように給料はあまり良くありませんぞ。はい、ちょうど専任者のアパートが空いてるから。ああ、じゃあ明日9時に。ありがとうございます。よいしょ。監視メス。大丈夫ですよ。難しい手術をよく頑張りましたね。ありがとうございました。これなら完璧だ。優秀な外科医を持って私は幸せだね。ありがとうございます。ところでジャック、私はそろそろ優秀な婿も持ちたくなったんだがね。ジルとの話、この辺できちんとする気はないかね。はい院長、僕の方もお願いしようかと。おお、そうか。失礼します。やあスーザン。ダメよ、こんなところで。ジャック、あの子もう大丈夫だわ。当然だね、この腕に狂いはないさ。今夜はあなたの腕に乾杯。ねえ、アパートで待ってるわ。オッケー。ありがとうございます。どうぞごゆっくり。いやだわ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ジル。そう、じゃあパパはあなたの結婚のことで頭がいっぱいってわけね。そうなの。だから歌なんて教えるのもよして、花嫁修行しなさいって言ってるくらいですもの。まさか歌手になりたいなんて言い出せなくって。あなた本当にプロになりたいのね。本気よ私。甘くないのよ、苦労も多いわ。大丈夫よ、そのくらい。思い切って受けてみる？オーディション。え？オーディション？セントラルシティのレコードプロデューサーがこの前ひょっこりここへ来て新人を探してるんだって言ってたわ。
だから私あなたのことをちらっと言ったんだけど乗り気みたいだから。本当なのマダム、私やりたい。 2,3 日出かけていかなきゃならないけど、あなたがその気ならすぐにも連絡してみるわよ。嬉しい、ありがとうマダム。本の匂いだ、いいなあ。これ貸して。はいはい、ちょっと待って。私、刺繍を探してるんですけど、分からなくて。はい。パパの用事ではよく来るんだけど、自分の本はあまり借りたことないんです。ミラボー橋の下、セーヌが流れって言うんでしょ。そうそう、二人の恋がなぜこうも思い出せるのかっていうのよ、確か。やっぱりアポリネールだ。喜びはいつも苦痛の後に来るものだ。なるほど。素敵な詩でしょ。お友達から聞いたんだけど、一度ちゃんと読みたくって。どうもありがとう。こんなに物知りで親切な人、前はここにはいなかったわ。いや、私ジル、あなたは？マイク。また何かいい本があったら教えてくださいね。ええ。それじゃ。ジルか、いい名前だ。マイク、その代わりってわけじゃないけど、私でよかったらこの辺案内して差し上げるわ。あ、ありがとう、ジル。じゃあまた、マイク。Thank you.
おやおや、あなたのプリンセスはまたお出かけ？あの子たちに歌を教えてるんだってね。教えてるだなんて、ただ一緒に遊んでるだけよ。歌が好きなんだね。え、大好き。実は時々知り合いのレストランで歌わせてもらってるの。へえ、じゃあ将来はプロになるの？まさか。夢よ、夢のまた夢。でも歌を歌って暮らしていければいいだろうなって思うことあるわ。いかが？この町は気に入って？ああ、とってもいいところみたいだね。サンドイッチのお味の方はいかが？いけるよ。よかった。でも僕の場合、戦場の携帯食以外だったらどんなものでもうまいと思っちゃうんだけどね。デルタ戦争行ったのね。ああ、そんな気がしてた。生きてる間にどうしても行ってみたいところが二つあるんだ。二つって？一つはマウントジェフリー、牧場だらけの高原さ。もう一つはサンセットビーチ。人気のない静かな砂浜がね、どこまでも続いてるんだ。ずいぶん様子の違う二つなのね。実はね、この町に来る前にマウントジェフリーへ向かう道とサンセットビーチに続く道の分岐点までは行ったんだ。それで？ちょっとオーバーだけどね、どちらの場所も僕のゴール地点みたいな気がしてさ、結局どちらへも行けず逆戻りさ。そう。でもいつか行けるといいわね。ああ。いけない、遅れちゃう。ああ、ジル。ん？この前のこと考えておいてくれたかい？この前のことって？ジャックとのことだよ。 あいつはなかなか優秀なやつだよ。仕事もできるし育ちもいい。お前もそろそろ年頃なんだし。行ってきます。悲しい音色、
戦友の形見さ。こっちよ、ジル。はい。今日は一段とご機嫌ね。あら、わかる？ご機嫌ついでにとっておきの話よ。こちら、この前話した PVC レコードのプロデューサー、ボブ・アダムスさん。はじめまして。ボブ・アダムスです。ボブと呼んで。よろしく。内緒にしてたんだけど、この前このボブがあなたの歌を聴きに来てくれてね、あれなら今度のオーディションにぜひ出してみたいっておっしゃるの。本当ですか？もう最高、バッチリ OK ね。一発で気に入っちゃった。私チャンスよ、ジル。よろしくお願いします。任してちょうだい。うん、どうしても行くのか？お願い、パパ。止めても無駄だろうな。じゃあ気をつけてな。ご心配なく。ご心配なくね。どうし、本当にご心配なさらずに。これで大丈夫だぞ。ほら、よしよし。何考えてんのよ。別に。嘘、ジルのことでしょ。それともあの図書館のいけない坊やのことかな。やめろ。誰があんな流れ者の若造なんかに。
Oh, dear, big success. みんなあなたの、ね、歌声に聞き惚れていたのよ。本当？ジル君、本当に素晴らしかった。早速我が社と契約してもらいたいな。じゃあ僕が曲を書こう。おめでとうジル、頑張ってくれ。ジル、気をつけてね。準備ができしたら私もレイクシティにすぐ行くから気をつけるのよ。はい。未来の大スタージル、君は素晴らしい。ありがとう。毎日発声練習忘れないでね。はい。後のことは任せなさい。私にもやっと運が向いてきたわ。未来の大スター、金の卵、ジル。うわー、ジル。よっよー。キャッホッホー。ウッホー、ウッホー、キャッホッホー。はい、図書館です。いやー、ジル、お帰り。やっぱりそこだったのね。でも今日は休館日でしょ。うん、でも他に行くところもないし。それでオーディションは成功よ。大成功。私オーディションに合格したの。本当に？おめでとう。ありがとう。え、お祝い？じゃあマダモハラのレストランで今晩ね。うん、それじゃ。あなたがマイクね。はい。大丈夫、ジルはすぐ出てくるわ。はあ。あなたの目、懐かしい目をしてるわ。は？ずっと、ずっと昔私に向けられた目。そしてあなたを見るジルの目。と私もああいう目をしてたのね。始まるわよ。懐かしい痛みだわ。ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき時間だけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達ならいるけどあんなには燃え上がれなくて失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しい
いマイク。さジル、なんつっていいか。とにかく素晴らしいよ。嬉しいわマイク。そしてジル、おめでとう。ありがとうマイク。私からもお祝いよ。ありがとう。これはオーディション合格と、もう一つ。もう一つ？素敵な二人のロマンスのお祝い。まあ、おばさまったら。さあさあ、私はお邪魔ね。あとは二人でごゆっくりね。ジル。マイク。よう、お二人さん。若い二人が仲良くしてる姿はとても美しいもんだが、泥棒猫はちょいといただけないな。泥棒猫？さあお嬢さん、あなたのナイトがお迎えに参りました。さあ参りましょう。何するのジャック。いいから来るんです。やめろ。甘えん坊の夢の時間はおしまいだ。何？やめて。話したまえ。なかなかいいパンチだ。早く出て行け。行かないと。元気がいいな。しかし出て行くのは君の方だ。何？よく聞くんだな。ジルは僕のフィアンセだ。彼女のパパもちゃんと認めた仲なのさ。違うわマイク。違わないね。なんならお父さんに聞いてごらん。いい加減なこと言わないで。違うのよマイク。流れ者の君にジルを本当に幸せにできる自信があるのか。どうなんだ。さあお遊びは終わりだ。お客さん、なんかリクエストはないですか？そうだね。何か思いっきり明るい曲やってくれない？そうね。若い方にはね、沈んだ顔は似合わないんだから。そういうこと。チコ、一緒に旅に出るか。マイク、電話だよ。はい。ジルから。あ、今ちょっと手が離せないから、いないと言ってください。
マイク。マイク、私よ。マイク、いないの？マイク、マイク。マイク。ええ、さあみんなでこのケーキ食べましょう。やったー。マイクにあげないの？いいの。わー、じゃあ僕はチョコレートケーキが食べたい。チコ、出ておいで。よしよし、さあいい子だ。元気になってよかったな。もうこんな狭いカゴの中にいなくてもいいんだぞ。さあ、飛んでけ。チコ。どうだ、一服していかないか。別に話すことはないよ。まあいいから座らないか。たまには黄金色の落ち葉を無心で眺めるのもいいもんだぜ。ジャック、僕はその後彼女と会ってもいないし、話もしていない。もちろんこれから先も。知ってるよ。さあ座れよ。それとも隣に座るのも嫌なくらい医者嫌いなのか。正直に言うと僕はこの季節が嫌いでね。落ち葉の季節は詩人にはいいけど医者には似合わない。空かい、それとも陸？ん？デルタ戦争さ。陸軍だよ。どの辺で戦ったんだ？イーストリバー。激戦地だな。地獄だよ。あんたには縁がない。僕はイーストリバーの南側だ。軍医としてだけどね、今でも息を引き取っていく兵隊たちの最後のママという叫び声が聞こえてくる。マイク、あれは嘘なんだ。ジルとの婚約の話さ、正式に決まったわけじゃない。君はジルを本当に愛してるのか。ジルを幸せにできる自信はあるのか。すぐにイエスと答えるやつは大のうぬぼれ屋か大嘘つきのどっちかだ。東洋の国中国は4000年の戦の歴史があるそうだ。エジプトもメソポタミアも、そして世界中が愚かと知りつつ戦争を繰り返してきた。その絶望の中で我々はなぜ生きてこられたと思う？愛さ。我々は愛から逃げたりはしなかった。愛に対して心を閉ざすことができなかったからだ。マイク、逃げちゃいけない。逃げても何の解決にもならない。愛から逃げるなんてことはできやしないのさ。マイク、ジルを幸せにしてやってくれ。ジャック、彼女には僕より君の方がふさわしい。そして僕にも僕に必要な人がいる。ジャック、僕は。カニは甲羅に合わせて穴を掘ると言うだろう。僕もカニを見習うことにするよ。じゃあ。マイク、君はセンチメンタルな医者を見たことがあるかい？この季節は僕には向いていない。
やあ。お久しぶりね。元気そうだね、君も。おかげさまで。私にも同じものを。で、用というのは？実はジルのことで。ジルの？ジルはどうしたんだい？ええ、ジルは今悩んでいるわ。あのマイクって青年のことか？あなたはマイクが嫌い？いや。いや、いい青年だと思うよ。しかし、ジルの将来のことを考えるとね。愛し合ってる二人が別れ別れになって、将来幸せになれると思う？それはいろいろなケースがあるよ。昔の私たちみたいに。いや、今度の子はね、行けるの絶対よ。そう、え、大丈夫大丈夫、もうすぐレコーディング行けるんだから、うまいのよ。うん、そう、ルックスも最高なの。ちょっといないわよあなた。これはガンガン行こうよ。これは儲かる話なのよ。そうよ、ええ、そうなの。さあ、どんなさえ早く一番儲かってんのよ、私。そうなの。ジルちゃん、頼むわよ。私のポスターだなんて信じられない。ジル、とっても素敵よ。ありがとう。これ早くマイクに見せなよ。うわー、行こう行こう。ねえジル、ほら早く、いや、久しぶりね。見せたいものがあってきたの。入ってもいい？ああ。どう？綺麗だ。とっても綺麗だよ。どこかに貼ってくれる？もちろん。毎日眺めるよ。嬉しい。チコちゃん、久しぶりね。私を分かる？私ね、これから毎日歌を歌って暮らせるようになるの。あなたみたいに。ねえ、開けてもいい？え、ああ、チコは逃げないんだよ、もう。そう。ジル。何？ちょっと表出ようか。え、じゃあドライブに行かない？ああ。マイクさ、早く。ねえマイク、一緒に行かない？一緒じゃないか、もう。そうじゃなくて、セントラルシティ。僕がセントラルシティへ行ってもしょうがないじゃないか。
僕にはそこに行く目的がないよ。私と一緒に暮らすっていうのは目的にならないの？私ね、セントラルシティに行ったら一生懸命頑張るわ。あなたは何もしなくていいのよ。好きな本を好きなだけ読んでればいいの。それから、それからママを探すわ。ママ、生きてたのかい？本当はね、出てったの。多分セントラルシティへ。もう20年も前のことだけど、もしかしたら会えるかもしれない。そしたらあなたにも会ってもらうわ。きっと気に入るわよ、私のママだもの。そしてみんなで仲良く暮らすの。可愛い赤ちゃんを産んで。お願いマイク、私と一緒にセントラルシティへ行って。ダメだジル、僕は行けないよ。なぜ？僕はここの生活に満足してるんだよ。ジル、君は僕のことなんか考えないで一人で行けばいいんだ。なぜなのマイク。私わからない。私が嫌いなのマイク。僕がなぜ故郷を出たと思う？もうたくさんだよ、あんなこと。マイク、静かに暮らしたいんだよ。じゃあ私はどうなるの？何よ、静か静かって。世の中は図書館の中とは違うのよ。たった一度の人生じゃない。自分の才能をとことん試してみたっていいじゃない。だから君はそうすればいいんだよ。その私があなたを必要だって言ってるのよ。いいかいジル、君にとって今はまたとないチャンスなんだよ。僕のことなんか忘れて頑張るんだ。どうしてそうやっていい格好するの？あなたは勇気がないだけよ。新しい冒険を怖がってるんだわ。僕のことをどう思うとかってさ。だけど君には歌手になるという夢が。やめて、もういいわ。ジル、僕が言いたいのはね。あのクランケ、うん、かなり順調だよ。さすがね、ジャック立派だわ。ありがとう。私のクランケは、うん、この人。ああ、順調に回復して今や昔通りさ。嬉しいわ。僕の名医のおかげでね。あの二人はうまくいってるかしら。さあどうかな。彼らにも素晴らしい名医がいるといいけどね。どうしたんです、おば様？ああ、ジル、ここんとこなんだか虚しくってさ。おば様、マイクには会ったの？ええ、もういいの、あんなわからずや。
それじゃセントラルシティには一人で。だってそこにお座り。ジル、私も一度だけ歌手を夢見たことがあるの。レコードを出さないかっていう話が来てね。その頃私は結婚していて、旦那様は腕利きの医者。彼は生まれた町に病院を作ることが夢だったから、私が歌手になることについてはどうでもよかったのかもね。もちろん頼んだわ、一緒に来てって。なんて言ったの旦那様は。一人で行けって。そうして結局温かい家庭を失った代わりに、私に残ったものは一枚の売れないレコードとセントラルシティの孤独な思い出だけ。セントラルシティ？それじゃあのママジル。ママジル、私のジル、ママごめんなさいね。今まで黙っていて、あなたのパパとの約束だった。私がママだって言わないって。ママでも私ね、あなたが私と同じ道を歩んでしまうんじゃないかと心配になってきてしまったのよ。ママねえジル、マイクを忘れられる？できない。私やっぱり愛してるの。ジル、ママとして初めてのお願いよ。マイクを離しちゃダメ。マイクもあなたを愛しているわ。ママ。今日はワインの飲み放題。私、歌手を諦めるわ。うん？そうよ。歌手にならなくたって歌は歌えるわ。本当に後悔しない？さあ、するかもしれない。でも私もっと大きな幸せをつかむわ。そうそうよジル。いっていっていて。私今からマイクのところへ行くわ。行ってきますママ。ママ、ありがとう。ママ。冗談じゃないわい。誰？ジル。急ぐのよ、急いでよ、ね。あんたたちはここにいて、ね。男なのね。お邪魔するわよ。私 PBC レコードのプロデューサーでボーブ・アダムスなの。
ジルの。ああ、お気になってらっしゃる。よかった。いやー、なかなか結構なお住まいね。かわいい小鳥ちゃんなんかいたりして、キュッキュッ。この…僕に何かご用ですか？ジルのことなの。ジルがどうかしましたか？それが、歌手になるの嫌だって言ってんのよ。え？あなたがいるこの町へ残りたいなんて。困るのよね、今更そう言っても。これまでも随分つぎ込んだのよ。その今になってね、本当に。で、僕にどうしろと。いや、ですからね、ここんとこは一つジルの将来のことを考えていただいて、町を出てくださればと。もちろんただと言わないわよ。300、いや500出しましょうか。500ね。やめてください。で、千でどう？千。千ならいいでしょ、千。いりませんよ、金なんか。いらない。僕は明日、この町を出ていきます。出ていく、ただで。あら、あら、そうなの、そう。それが分かれば、もう僕に用はないでしょう。はい、はい。ジルは必ず有名になって幸せにしますよ、はい。バイ。うん、レコード出たら送るわね。サインもね。うん。いやいやった。お、お。ボブ。行っても無駄よ。あいつは一人で町を出るそうよ。さあ、行きましょう。話して。うん。何をしているの、マイク。明日街を出る。なぜなの？やっぱりここにいると君の夢を壊すことになりそうだからさ。マイク、聞いてお願い。今の私にとって、私たち二人にとって何が一番大切なのか分かったの。マダム・オハラ、いえ、私のママのおかげで。え？じゃあセントラルシティへ行ったはずの君のママっていうのは。そうだったのか。マイク、私の夢は歌を歌い続けることよ。有名になることじゃないわ。それからあなたについていくこと。マイク、愛してるわ。ジル。いけませんね、そういうムードは。はい、そこまでよ。うん。よせ、ジルは嫌がってるんだ。君たちこそ諦めたらどうなんだ。そうはいかないわよ。今このお嬢ちゃんに逃げられたんじゃ元も子もなくなっちまう。おとなしく渡せ。え、どうなの。お前たちこそ帰れ。そう。よせ、何をするんだ。やめるんだ。素直にジルを渡した方がいいわよ。さもないとこういうことになるからね。やめろ、やめるんだ。チコクソー、クソー。やっちまえ。
マイク、面会だ。マイク。マイク。館長、申し訳ありませんでした。元気かい、マイク。何か欲しいものはないかい。ランドール・ジェームスの刺繍を看守さんに預けておくからな。旅の終わりを求めて、旅人はまた新たな旅に出る。君の旅ももうそろそろ終わりにしたらどうかね。元気を出すんだ。いいかね、マイク。これよりマイク・デイビスによる暴行傷害事件の審理に入ります。被告マイク・デイビス、立ちなさい。ジル、ママ、中に入らないの？ダメ、私見ていられる自信がないの。面会には行ったんでしょ？ええ、でもマイクは会ってくれなかったわ。そう。マイクからの手紙読んでいいの？愛するジル、こんなことになってしまってごめん。すべてのものに対して閉じてしまっていた僕の心を開かせてくれた君に何も報いることができなかった。ジル、僕は人生に甘えていた。戦争という怪物に負けてしまったんだ。だからジル、僕には君のそばにいる資格なんてない。愛、君が僕の心によみがえらせてくれたこの素晴らしい贈り物、そして君の歌声をいつもこの胸に抱いて僕は生きていく。マウント・ジェフリーかサンセット・ビーチを目指して。ジル、いつまでも幸せに。その幸せを分かち合えなかった僕を許してくれ。さようなら、愛するジル、マイク。ジル、ママ、ジル。判決。被告人を有罪とする。ただし状況等から見て情状酌量を認め3年間の執行猶予とする。さよなら、チコ。やっぱり行ってしまうのか、ジャック。マイク、明日のことは心配するな。明日という日はいつも暖かい南の風が吹く日だってことを忘れるなよ。ああ、
そしてこのレイクシティにはいつもその暖かい南の風が吹いていることもな。北風が辛くなったら戻ってくるよ。風をこじらせないうちにだぞ。わかったよ、ドクター。やはり俺にはセンチメンタルな医者は似合わないな。どちらへ行きましょうか。ジル、どちらがお望みですか、お嬢さん。Jealousy ね、夏。